山添拓君。本共産党の山添拓です。掛け麻雀で辞職した東京高検黒川前検事長について週刊誌で新たな疑惑が報じられています。同じ記者3名と10年以上前から多い時には週3回も通っていたなどとするものです。先週法務省は週刊誌報道の真偽を確認するために調査を行いました。新たに事実が判明すれば処分は変わりうるだろうと思います。追加の調査をされますか、大臣。森法務大臣。黒川氏については約3年前から月 1,2 回程度金銭をかけた麻雀をしていたことを踏まえて処分したものであり、記事にあるような事実を証言したとされるものを特定することもできず、また古い時期のものでもあり、再調査の必要性はないものと考えております。山添拓君。処分の対象とされてない事実なんですよ。訓告措置の後は頑として動こうとしないということですか。財務省は佐川元理財局長について退官後にも追加で懲戒の処分、懲戒相当という扱いですがいたしました。人事院の指針や東京高検の指針ではこれは懲戒相当だとずっと指摘がされております。基準があっても安倍内閣の人事は十分恣意的にされているということがここで証明されているわけです。法と証拠に基づき事案の解明に当たるべき検察が内閣が関与するもとで証拠収集に手心を加えるといかに正義が歪められるか、自ら晒すようなものですよ。法務省が示した書面には先例も踏まえると訓告処分が相当だと記されております。大臣伺いますが、過去に検察官や検事長が賭博や利益供与を理由に処分された先例がありますか。川原局長。お答え申し上げます。ご指摘のような事例は見当たりません。山添拓君。過去に例がありません。刑事局長はおとといの質疑で、野球賭博や賭け麻雀の事案を紹介しておりましたが、それらは法務省職員の例であって、検察官ではありませんでした。で、これは、ことは内閣が任命する検事長の問題です。十分な調査を踏まえて、慎重に判断するべきです。急いで処分し、辞職をさせるのは、火消しであり、幕引きを狙う。政治的な動きに他ならないと指摘しなければなりません。内閣の責任者である安倍首相に予算委員会で説明いただくしかないと私は考えます。同時に内閣も法務省も事実調査をしないというのであれば、異例な人事の経緯も含めて実態を解明するのは国会の責任だと考えます。黒川氏のこの委員会への参考人招致を求めます。五国理事会で協議します。山添拓君。検察庁法改定案について伺います。資料をお配りしておりますが、この法案の最大の問題点は63歳以降も検事長などが役職にとどまれる特例、65歳の定年後も勤務を続けられる特例、それらを認めるかどうか内閣が判断するという点であります。大臣は25日の決算委員会で、そもそも検察官の人事権者は内閣だと、それは法改正で変わらないといい、こうした特例規定が入っても何の問題もないとの認識を示しています。で、確かに検事長などは行政官であって、その任命権者は内閣です。で、しかし同時に検察官は準司法官でもあり、独立性が求められます。大臣に伺いますが、従来内閣は検察の独立性を保つためにどのような任命をしてきたのですか。森法務大臣。森法務大臣。適材適所における任命をしてきたものと承知しております。山添拓君。内閣がこの人がいい、この人がダメだということを判断してきたということですか。これまでも。森法務大臣。閣議制議をして内閣において決定されていると承知しています。山添拓君。閣議制議の前の段階です。では閣議制議にする際にはどういう人をどのように閣議制議してきたのですか。森法務大臣。人事上のプロセスでありますので詳細は差し控えますが、適任者を閣議制議してきたものと承知しております。
山添拓君。法務省や検察庁が適任だとする、提案する人事を閣議正義してきたということではないのですか。森法務大臣。従来においては、適材適所の人事をしていたものと承知をしております。なお、私になってからは、常に法務省が推薦する人事で閣議政治をしております。山添拓君。そういうことだと思うんですよ。法務検察の人事案を追認する、形式的には内閣が任命しますが、実質的には検察の独立性を担保してきたと、これギリギリのあり方だと思います。法案はそれを壊そうというものです。法務検察の提案を承認するのではなく、内閣の定めでふるいにかける、官邸のお眼鏡にかなうものだけを続投させる、そういう仕組みです。大臣は同じく25日、こうした例は諸外国にもあると答弁しました。そこで私は法務省に、その規定ぶりや任命権者の関与のあり方など、資料提供を依頼しました。すると昨日、そうした資料はございませんとメールで回答がありました。資料2ページ、これは3月の当委員会で私が求めた、解釈変更を検討した際に法務省が参照した資料の一覧ですが、ここにも諸外国の例はありません。大臣、法案の作成にあたって、諸外国の例を参考にしたわけではありませんね。止めてください。委員長、止めてください。川原刑事局長。大臣に聞いて、大臣の答弁ですから。委員長、止めてください。自治政権は委員長だよ。お答え申し上げます。諸外国の例は情報としては把握はしておりますが、そもそもその制度が人事制度ですので相当違いますので、立案にあたって参考にしたという意味ではここに記載してあるものでございます。山添拓君。相当違うものをですね、諸外国もあるからっておっしゃったんですよ。大臣が挙げたフランスは、検察官しか起訴ができない日本とは異なって、被害者も予審開始請求で訴追ができます。大臣が挙げたドイツは、起訴するかどうか裁量のある日本とは異なって、十分な証拠がある場合には検察官は起訴しなければならない、検察官の位置づけが違うわけです。諸外国にもあるから日本でも、これほど単純な話ではないということですよ、大臣。そうですね。大臣です。森法務大臣。今のご質問の趣旨が必ずしも正確に分かりかねますが、刑事局長が答弁したとおりでございます。はい、山添拓君。私は大臣の認識に根本的な疑問を抱かざるを得ません。日本国憲法が定める、求める三権分立、司法権の独立と、それに密接に関わる検察官の独立性について、一体どうご認識なのか。準司法官だと口では言っても、要は国家公務員だと。だから国交法と同じ規定で問題ないのだと。諸外国にも似たようなものがあるから、日本でも取り込むのだ。これでは私は、法務大臣としての資質が問われると思います。大臣はまた、国民主権の見地から、民主的統制を及ぼすために、行政権が検察官の人事を行うのだと述べています。だから特例において内閣が判断するのも許されるとおっしゃるのでしょう。しかし、民主的統制が働くべきなのは、検察官が暴走するとか、非違行為があるような場合です。そしてその仕組みはすでに現行法にあります。懲戒や、あるいは国会議員も入った検察官適格審査会が、そのための仕組みではないのですか。森法務大臣。まず、検察官の独立性のことについてご言及がございましたが、そもそも検察官については、法律上、その人事権者は内閣または法務大臣でございます。これは改正前後で変わるところはございません。これは検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためであり、行政権に属する者が検察官の任命を行うものでございます。
ところで、改正検察庁法の勤務延長および役割特例の制度は、そもそも任命権者である内閣等の判断により、改正法および内閣で定める事由等の準則に基づき、公務の上に著しい支障が生じると認められる場合に、引き続きその職務を遂行することを認めるものであって、身分上の不利益処分を行うものではございません。したがって、勤務延長も役割特例の制度も、いずれも本来的に検察権行使に圧力を加えるものではなく、検察官の独立性を害さないというふうに考えます。山添拓君。大臣、質問も聞いていただきたい。今の答弁ペーパーは、私の質問に全然即したものじゃないですよ。民主的統制というのであれば、検察官が暴走する、あるいは非行為がある、こうしたときに対処することが必要だろうと。独立性だと言って独善的になってはいけない。その時に機能するべきは懲戒や検察官適格審査会ではないのか。この質問にお答えいただきたい。森法務大臣。民主的統制のことについてご質問があったので、先ほど の民主的統制についてご答弁を申し上げたものでございます。山添拓君。つまりお答えはいただけないということなんですよ。で、懲戒という仕組みはですね、安倍内閣の下で機能してないわけですよ。今度の特例は、非違行為のあった、問題行為のあった検察官を辞めさせるというものではありません。それは大臣のおっしゃる通りです。むしろ、内閣が気に入った検察官を続投させるものです。これは民主的統制とは真逆の制度を作るものだと言わなければなりません。そもそも昨年10月時点の法案には、こんな特例規定はありませんでした。非常にさっぱりしたものでした。資料の1ページ目です。変わったのはなぜなのか。時間ができたから、こうして膨大な条文に変わったのだと言っています。大臣、こういうふうに条文を変えたのは、大臣が指示されたからですか。川原局長。大臣に聞いてます。局長じゃないの。その点はこれまでのご答弁申し上げてますが、刑事局の担当者において検討をということで始めたもので、大臣のご指示があったものでございます。あと、すみません、先ほど私、ちょっと不十分な答弁しましたんで、お答えさせていただきます。先ほどの2ページの資料ですが、これ、解釈変更を検討したときの資料でございます。で、あと、私が先ほど、その外国の関係で申し上げましたので、そういう制度があることを前提としたうえで、具体的な条文を考える上では、それは制度が違うので参考にならないということでありまして、その外国の制度、それ自体を立案の参考にしなかったという趣旨で申し上げたものではございません。山添拓君。外国の制度は参考にすべきものじゃなかったわけですよね。大臣、伺いますけれども、現場の検察官から、こういう特例がないと困るという声を聞かれたのですか。森法務大臣。私は常に現場の検察官には接しておりません。山添拓君。刑事局長、いかがですか。川原刑事局長。お答え申し上げます。私ども刑事局におきましては、検察に関するを所管しておりまして、その常に検察の情勢は把握しておりますので、そのこういう問題があるから一つ一つヒアリング的に聞くというものではなく、私どもが把握している検察に関する情勢に鑑みて、担当者において、先ほど委員ご指摘のような検討作業をしたものでございます。山添拓君。ではその検察における情勢は、この私に開示いただいた資料2ページ、法解釈変更するにあたって検討した資料の中のどれですか。検察の実情。川原刑事局長。検察の実情というのは、私ども刑事局の業務において常に把握しているものでありまして、2ページにある資料は、解釈変更をするにあたりまして、国家公務票の解釈その等、法解釈の関係で参考にしております。従いまして、刑事局において把握している検察に関する情勢は、この資料に載っているものではございません。山添拓君。資料はないんですよね。資料2ページにあるように、法律を睨んでいたら思いついたという説明なんですよ。で、これ、要するに政府側が必要とした特例だということであります。現場からはないだろう。検察官は誕生日の前日に例外なく退官します。あらかじめ退官が分かっているから、支障が生じそうであれば、手当てをする。それが検察の定年制度です。必要とする声もないのに、時間ができたので考えついた。検察の独立性という基本的な問題に関わるのに、専門家の意見を求めることもない。で、こんなにおかしな話はありません。この法案は、黒川人事が浮上したために慌てて作り変えたものに他ならないものです。大臣、最後に伺いますが、検察への信頼回復のために、
法務検察行政刷新会議を立ち上げるよう指示されました。何をテーマにされるんですか。メンバーはどなたですか。森法務大臣。今回の黒川氏の件をきっかけに、法務行政、検察行政に対する国民の皆様からさまざまなご指摘、ご批判をいただいておりますので、法務検察が適正にその役割を果たしていくために、国民の皆様の信頼が不可欠でございますことから、そういった国民の声に寄り添う形で、さまざまなご意見をいただき、検察の綱紀粛正、法務行政の在り方等について検討していく会議にしたいと思います。この内容の詳細については現在調整中でございます。山添拓君。何も決まっていない。法務検察の信頼を失墜させたのは何ですか。もちろん黒川さんは問題でしょう。しかし同時に違法な人事と不透明な処分、いずれについても説明責任を果たさない森大臣を含む政府の姿勢こそが信用を失わせています。これ現場の検察官や役人の皆さん、いい迷惑だと思うんです。刷新すべきは安倍内閣だということを申し上げて質問を終わります。